はい、どうも皆さん、こんにちは、金鉄さんです。今回ですね、いつも見慣れない駅というのも近鉄名古屋駅に来ております。今回ですね、まあチャンネル登録者数500人企画、まあ500人とっくの前に過ぎてますけども、その500人企画でここ近鉄名古屋駅からたどこをたどっていって、伏せを経由して京都まで、各駅停車でね、各駅停車っていう、企画をしていきたいと思います。まあ、詳細とかをね、ちょっと算しながらになるんですが、特急でもね、どうでしょう、まあヤギぐらいかな、 2,3 時間ぐらいかかるものを果たして確定だけだと、全駅ね停車するやつだとどれぐらいかかるのかということで、途中ね普通電車がない区間もありますので、途中急行とか、確定に各駅に停まる場合ならば、急行も使って良いというルールで、近鉄名古屋から、京都まで、前編後編に分けて紹介していければなと思います。ということで、この近鉄名古屋駅からスタートしていきます。この次の塩浜駅普通のこの1本後の電車で行きたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。さあ、この一番下の9時11分発の津新町行き普通で行きます。あ、3日間フリー切符です。これで利用してます。はい、普通線用乗り場で行きますよ。普通乗り場、こんな名古屋駅から普通に乗ることってマジでないからね。今止まってんのは、塩浜行き普通なので関係ないので乗りませんが、次の津新町行き普通に乗ります。さあ、今回乗る電車、津新町行き普通、ここからね、津まで、途中の津まで乗車しまーす。さあ、近鉄名古屋駅出発。こっから地獄の京都までね、各駅停車旅スタートです。名古屋から米の缶は、名古屋から米の入る手前まで地下になります。さあ、果たして終点京都には何時に着くのか。名古屋駅9時11分発の津新町行き普通電車に乗り込みました。さあ、出てくるとすぐ米の、特急専用の車庫が見えてきます。さあ、伊勢志摩ライナー、後ろにはビスタカーもいますね。そうすると米の駅、一つ目の停車駅、米の駅到着です。こっちにも伊勢志摩ライナー、米の駅到着。反対側には、JR 東海の小金列車区という、まあ車庫、JR 東海の車庫もあります。小金駅を出発すると、次の霞森駅が高架駅となるので、
高架を登ってこのような感じで登っていきます。しばらくここから霞駅からしばらくの間は、高架駅となります。霞森駅、またね紹介しようかなと思いますので、またよかったら見てください。まもなく列車は蟹江駅に到着します。待避室に入りましたので、急行と特急かなの待避待ち、そして急行の接続待ちをします。さあ、ということで何来るか降りて見てみましょう。通過します。お、伊勢志摩ライナー、伊勢志摩ライナーの通過です。さあ、蟹江駅で何分ぐらい停車してるの？ 5、6分ぐらい停車して、蟹江駅出発です。次の富吉駅に向かいます。はい、富吉駅には富吉列車区という、車庫があって、富吉駅併設の車庫があるんですが、名古屋線では結構一番大きい駅なのかな。だから富吉駅で またね列車の通過待ちがあって4分ぐらい止まりますので、お、島風おる、出港前の勤めはかかりますので、また何が通過するのか見ていきたいと思います。さあ電車通過です。富吉駅めちゃくちゃ早いのでね、ちょっと離れとかな怖いぐらい早いんで、アーバンライナー大阪難波駅特急ですね、大阪難波駅のアーバンライナー通過です。あ、来た、早い、今日も早い。出庫前の島風が今富吉車庫の出庫線にいますね。さあ、愛知県内最後の駅の近鉄弥富駅、近鉄弥富駅、金魚の町としても調べておりますが、近鉄弥富駅を出発です。もう次ね、三重県に入っていきますのでね、愛知県最後の駅。さあ、この駅出発していくと、まずね、木曽三線のうちの一つの、一つ木曽川を渡っていくことになります。進行方向右側には、JR 東海の関西本線の路線が、見えておりますが、それが見えてくると、木曽川航路を渡っていきます。かぶられておりますが、今渡っているのが、木曽川橋梁になります。これ1個で、この川を隔てて、愛知県と三重県の、県境があるありますということで、これでね、愛知県から三重県に突入していきます。長島駅、菜花の里イルミネーション期間開催中は、急行も臨時停車して、ここからね三重交通バスが、出るという、なっておりますが、今は菜花の開催中ではないので、桑名駅からバスが出ると思います。なのでね、長島駅、この駅で降りるらしいですね。
で6両編成まで止まることができます。急行が止まるんでね。ただこの時間の普通はだいたい3両とかなのでね。さあ長島、近鉄長島駅到着です。揖斐長良川橋梁、揖斐川と長良川を、まとめて渡る橋梁を走っております。どっちが揖斐川やったか忘れましたが、これ長良川かな。でこれを挟んでもう一個川を渡っていくということで、これね、1800年の伊勢湾台風の時には大被害を受けた地域でして、この近鉄名古屋線の橋梁も、壊れる、流されるやったかなっていう事態もあれてありました。さあこれを渡るともう間もなく桑名という、もうちょっと先が桑名という感じですね。さあ間もなくこれ下に見えるのが JR 東海の路線ですが、JR 東海、そして今見えてきた養老鉄道、三岐鉄道、北西線がと近鉄が集まる、4路線が集まる、桑名駅、まあ、なく桑名駅、まあ、三岐鉄道北西線だけね、ちょっと桑名駅からちょっと歩いた西桑名駅っていう場所なんですが、さあこの養老鉄道も合流してきて桑名駅に入線していきます。さあこの桑名では、退避はありません。2面3線の駅で、伊勢中川方面には退避線がないので、このまま走っていきます。ちょうど養老鉄道の車両がいましたね。さあ間もなく到着する益生駅、この益生駅はですね、名古屋型には、退避線はありませんが、伊勢中川型には退避線があるっていう駅で、桑名駅で追い越せなかった特急とか急行をここで追い抜かすっていうダイヤがある時もあるみたいです。ここでは退避なさそうですね。ということでこのまま出発していきます。はい、ということで川越と水原駅到着です。この駅でも、特急電車の退避があるみたいなので、待っていきたいと思います。でも2分停車っぽいんで、まあそれはいいかなと思います。こんな感じで自発10時2分発なんでね、やっぱ通過多いね。名古屋出発して、まあ、まだ1時間は経ってないけど50分ちょいで川越と三原なんでね、やっぱ時間かかります。ということで宇治山田行き特急かなの待避待ちをします。さあ来ますね。もうきました。うわ早い。JR 線を渡って合流してきたのが、今合流してきたのが三岐鉄道三岐線の線路です。これね、狭軌の、ということで近鉄富田駅到着です。さあこの駅急行止まるんですが、あ、三岐鉄道の車両おる、三岐鉄道の車両、あ、発車してた。富田到着です。さあ間もなく近鉄四日市駅到着です。三重県一の乗降客数、そして三重県一のね、市の、まあ、人口を誇る四日市に到着します。まあ、JR 四日市と近鉄四日市の差というのが有名ですが、近鉄四日市の方が乗降客数は多いです。そして、松阪行き急行と伊勢坂行き特急の待避待ちをしています。その間にちょっと駅だけとトイレだけ済ませていきます。取れるかな。これ四日市有名のパチンコ屋さんですね。でこの通りということで四日市到着です。ちょ
ょうど階段ちょうどいい。ベストベストベスト。さあ四日市到着です。急行が聞こえましたが、急行が来てますね。もう松阪市急行が、ちょっと急行は取れなかったんですが、五十鈴川行き特急10時19分発の、五十鈴川行き特急を撮影します。配送5五鈴川行き特急22000系 AC、 そして後ろには、3万系のビスタカ2階建ての車両を連結しております。これで五十鈴川まで行きます。ですが、まあ、僕はね、そんな特急に乗るなど、そんなね、僕は特急に乗るなど許されておりませんので、津新町行き普通に乗ります。さあ、四日市駅での8分停車を終えて、近鉄四日市駅を後にします。さあ、この近鉄四日市駅はですね、まあ、言ってなかったんですが、近鉄湯山線、湯山温泉に行く近鉄湯山線と四日市アスナロー鉄道が乗り入れております。アスナロー四日市ですね。次が新庄ですが、まあ、ここから次どこで待機あるんかな。塩浜か、まあ、若松とかクスとかであるんかな。わかどこか分かりませんが、まあ、また対比ある時で、ですね、まあ、ちょっと言うと近鉄四日市から、名古屋まで、この時点でもう1時間かかっております。特急やったらね30分もかからず着くんですが、もう1時間かかってるんですよね。でもここで、まあ、すると相当時間かかるっていうことが、まあ、もう感じられるかなと思うんですが、ただ単にね京都行くんじゃなくて伏せも経由するので、相当時間かかります。ということで、そんなこと喋ってる間に新庄駅に着きます。短いねこの区間も、四日市新庄間も。さあ新庄到着です。さあ次は名古屋線でも、まあ比較的カーブ写真が撮りやすい、まあ富田ほどではないけど、カーブ写真を撮りやすいような駅で、しかもね名古屋線では結構むずめの方の、駅名です。海に山に道と書いて何と読むのか放送で聞いてみましょう。宮窓です。左側の扉が開きます。ご注意ください。This is Miyamado. Station number E23. The doors on the left side will open. Please be careful. はい、ということで、海に山に道と書いて海山道と読む方が多いと思うんですけども、Miyamadoとこれで読みます。近くに Miyamado神社があるので、そこから撮ったのかなと思うんですが、ちょっとカーブ気味の駅となっております。ということで宮窓、これねちょうどいいところに駅名がある。はい、宮窓です。次が塩浜ね。さあ右進行方向、左側には、JR の、四日市とかから輸送されてきた貨物、 JR 貨物の塩浜駅があります。旅客用の、塩浜駅はありません。ということで塩浜駅、右側には、塩浜研修車庫で塩浜駅があります。ここでね、乗務員交代も行われるんですが、電車の通過待ちです。何回通過待ちするんや。まあ見ていきましょう。塩浜です。隣が北楠の駅なんですが、
そこに動かなくなった電車とかを運ぶ元という車両がいます。そして、4番乗り場には四日市行き準急、先ほど言った四日市で、四日市行き普通ですね、四日市から、名古屋駅準急に変わる車両です。ということで、塩浜駅なんですが、これ4分ぐらい停車するのかな。なので、ここから来ますね、電車来ます。何が来るんか全く知らないですが、まあでも特急が来るってことは分かってるんでね、あまんないなかな、何やろ、火の鳥や、これに乗って大阪行きたい、これに乗ると、名古屋から大阪難波まで2時間5分、最短2時間5分で行けるんですが、果たしてこれはね、まあ今回の目的地は大阪難波じゃないんでね、はいはい、ということでね、火の鳥の待避待ちをしましたので、塩浜駅を出発していきます。お待たせしました。あ、はかるくんがおる、絶対見てない、はかるくんが、線路とかのね、JR 東海新幹線でいうドクターイエローの近鉄版はかるくんですが、それがいました。さあ、名古屋線唯一の、新幹線型の通過線がある、駅ですが、待避はこの駅で待避ある列車がほとんどなかったと思うんで、もうそのまま、白交通方面へ向けて走っていきます。次が名古屋浦かなだと思うんで、そのまま出発していきます。クス駅、クスね、山田線でいうと、まあ明野とか串田っぽいけど、そっちの方が泊まれる両数は長いのかな。さあ、まもなく伊勢若松に到着します。さあ、伊勢若松では待避なさそうなんですが、この伊勢若松では鈴鹿市平田町方面に行く鈴鹿線の列車と乗り換えることができます。朝1本だけに四日市から平田町へ直通する平田町行き急行があるんですが、ここからね、平田町の方へ分岐する線路がここから伸びています。なので意外とね、この若松は乗り換え客が多いのかなと思います。はい、ということで伊勢若松駅出発なんですが、先ほど言っていた、鈴鹿市平田町方面へ分岐する線路が今見えてきて、この渡る線ですね、でそして右の方向行くと鈴鹿市平田町方面へ行きます。さあ、間もなく千代崎駅に到着します。鈴鹿医療福祉大学やったから野村駅なはずなんですが、ちょうど反対側も普通が来ました。あ、発車やな。さあ、千代崎、いやー、遠い。これね、さっき言った大学の専門学校やったからの、センター試験があるときに、休校も臨時停車するようになっております。字幕で正しい大学名出てると思うんですが、さあ次白子です。やっと鈴鹿市も中心駅の白子駅に着きますよ。次、さあ、まもなく白子駅に到着します。白子でもこの8分やったか9分停車があるので、急行列車と、伊勢島ライナー特急の、待避待ちをします。この駅で賢島駅特急と松坂駅急行の連絡待ちをします。ご利用のお客様ご利用ください。まあ、その間に、僕は駅タグを取りたいと思います。なんかでっかいイオンがある。でかなんかイオンある。綺麗なマンションもあるし。ということで白子駅到着です。この白子駅は鈴鹿サーキットの最寄り駅として、そんな感じの F1 のねマークとかもあります。八子島駅特急
伊勢志摩ライナーです。ここ LC カーでの到着です。 LC カーの編成の到着です。この電車と、普通電車が接続待ちをして、普通は出発になります。で、F1 ということもあり、色もね、黒と赤というやつに、まあそういう座席になっております。ということで引き続き普通に乗り続けていきます。さあ江戸橋駅到着です。この駅は、近畿大学と、近畿大学じゃない、三重大学と、三重大学医学部附属病院の最寄り駅です。そして電車が通過しますんで、これね特急電車なんで見ていきましょう。観光特急不満系島風です。じゃあここから伊勢島で鳥羽八幡島島の方を観光特急が通過してきました。ここで島風を退避して次は普通に向かいます。さあ普通から、名古屋から2時間4分かけて普通に到着します。火の鳥だとここ44分で結ぶので、いかに普通電車がねゆっくり進んできたのかが分かります。この電車ね津新町まで行くんですが、今後乗り換えのことを考えて津で降ります。ということで、この津新町行き普通を見送っていきます。さあこの先あと一駅津新町まで行きます。普通電車ありがとうございました。さあこの後、特急が来て、でその後の、急行伊勢川一級急行やったかに乗り込んで伊勢中川まで行きます。でその間に僕は液タグとかトイレ休憩を済ませます。名古屋線8本目の特急の退避というか、町が、南波駅特急のアーバンライナーの2編成しかない ネクストですね。この先伊勢中川短絡線を通り名張、大和八木、鶴橋、上本町と止まっていきます。このモーター音がいいよね。ちょっとマイクに入っとるか分からんけど、かっこいい。あ、この先伊勢中川まで各駅に停まります。ここからね伊勢中川まで各駅に停まる急行に乗って、伊勢中川まで目指していきたいと思います。さあ奥の方からやってきた、名古屋からねやってきた伊勢川駅急行に、通から、伊勢中川まで乗車していきたいと思います。うん、なんと、オールロングシーツですね。オールロングシーツや、オールロングや、うそやろこの急行オールロングやねんかい。もう終わってな、うそやろ。さあ11時45分電車は、帝国通り津駅を出発しました。今見えてる方は JR 側の津駅ですね。ここから伊勢中川まで、各駅に停まりますので急行に乗っていきます。さあ伊勢中川の手前で雲津川を渡って、間もなく伊勢中川に到着します。伊勢中川は大阪線、山田線、名古屋線がの3路線が、乗り入れる、一大ターミナル駅となっていますので、ここでもう1回乗り換えます。ここから名阪特急火の鳥やアバンライナーはこの伊勢中川短絡線を通り伊勢中川駅を経由せずとも、大阪線、名古屋線へ行き来することができるという路線になります。最近までね、スーツさん、鉄道系 YouTuber 有名のスーツさんの広告がありましたが、4月からねスーツさんの広告がなくなりました。次の、普通電車乗っていくのは、
今前に見えている大阪線の方を進んでいきます。ということでこの名古屋線は、44駅かな、2時間10分20分ぐらいかけて名古屋線を走破することができました。ここからね大阪線へ舞台は移っていきます。ここからね山間部の方へ、山間部そして都市の方へ駆け抜けていきます。伊勢中川駅、3番乗り場の到着かな、あ2番乗り場到着や、伊勢中川2番乗り場到着ですね。あ、京都から来た島風の退避や、なるほどね。さあということで伊勢中川駅到着です。いいタイミングで、連絡の東青山駅普通があるので、そこに、普通電車に乗り換えていきます。さあ この東青山駅普通に乗り換えて、右の方に6番乗り場行きのホームがあるので、この階段を登っていきます。さあ次はこの電車に東青山まで乗り込んでいきます。電車はね快速に、伊勢中川から出発して河合高岡方面に向かっております。この電車に途中の榊原温泉口まで乗っていきます。榊原温泉口から先桜井までは急行が各駅に止まりますので、急行を利用します。なのでこの電車にはね、榊原温泉口まで乗車していきます。伊勢中川河合高岡間で見逃せないのはこの伊勢自動車道です。伊勢自動車道の下をくぐります。そして、しばらくすると河合高岡駅に到着します。河合高岡駅は、榊原温泉口より乗降客数が多い駅ですのでね、なんか特急が止まる駅より普通しか止まない駅の方が乗降客数が多いっていう不可解な現象が起きている駅ですね。ということで間もなく、間もなくもうちょっと先が河合高岡駅です。さあこの伊勢石橋はね、あの前の方からこう下ってきてわっていうのがいいですよね。その写真が撮れるのですごいいい駅としてもう知られておりかなと思います。はい、ということで榊原温泉口駅到着です。さあ今ね、他社ではよく見かけることが少なくなったパタパタが、現役でありますので、まあパタパタが動くシーンだけは撮っとるかということで、ちょっとね、帰宅してて、特急電車1個ね、通過間違ったんですが、それ取れたかったんですが、東青山駅を出発していきます。さあ次の西青山駅まで、約英語距離でいうと7キロ、そして、新青山トンネルと、なんちゃらトンネルを通って何でしたかな、通るので5キロ、そのうちトンネルが5、6キロ占めるんで大半がトンネル区間となります。でそのうち東青山駅、ここ付近で1回、事故が起きて、でもう1個、東旧青山トンネル内で、列車の事故がありました。で今から入るトンネルは、新青山トンネルではなく、なんちゃらトンネル、これは短くないんよ、そこまで短くないトンネルないけど、次の新青山トンネルが、約5キロあるっていう感じになります。先ほど一瞬外出てもうすぐね、全長、5652メートルやったかな、
の、新青山トンネルに入っていきます。そしてその新青山トンネルを抜けると、もうすぐ西青山駅、近鉄一秘境駅と呼ばれるに到着します。まあこのトンネル内だけでも上りやったかな、上り方面は、130キロ、特急列車で130キロですが、下りは、勾配で、下っていくので95キロまでしか出せなかったような気がします。でこの新青山トンネルは青山高原を越していくトンネルで、三重県の津市から伊賀市、まあまだ、津市から伊賀市の方面へ越えていくトンネル、山、峠になっています。さあ、近鉄で一番秘境駅と言われる西青山駅に到着します。1日の、乗降客数は9人で、とても少ない駅となっております。まあ、ハイキングする人とかが利用する駅かな、ハイキングする人が利用する駅ですが、なんとこの駅の扉の開く時間がめちゃくちゃ短いです。はい、行きます、数えます、4、5、1、8、9、長いな今日、長いな、扉が閉まります、ご注意ください。長ない、長いんですが、なんと駅のね、改札口付近にクマが出没したっていう情報もあるぐらい卑怯なんですよね。夜はもう真っ暗です。ただね、あの国道165号線が通っているので車の音が聞こえるので、まあそこは卑怯っぽくないのかなと思います。男子駅にはトイレはありません。さあ、昼ご飯をちょっと食べておりましたが、でしたね、西青山駅から進んで、伊賀市、そして今まもなく名張駅に到着しようとしているところです。まもなくとかもう見えてますが、名張高校が見えてきます。これ来るともう名張の到着の合図です。特急電車の通過待ちをする、連絡待ちをする関係で名張駅7分停車なので、その間にトイレを済ませます。それが過ぎると名張車庫が見えてきます。特急もいますね、サニーカーが。それ以外の電車は、変わった電車はあんまりいないかな。名張ね、名張始発の急行とかがあるんでちょっと有名かなと思うんですが、ここからね、トイレ行きます。大肥前の方へ歩いていきます、走っていきます。僕の方からやってきたのは賢島から来たかな、特急が、先に到着します。名張で、この特急の接続待ち、待避待ちをします。これが特急11本目の待避になります。この電車が先に行った後、大阪上本町行き急行の、出番、出発の番となります。さあ、この方から来た電車は、サニーカーですね。サニーカーの奥の方になんか連結しとるな、リスタカーかな、リスタカーを連結しております。さあ、この名張、次の赤目口が三重県最後の駅となります。次の赤目口が三重県最後になります。ということで、特急を見送って出発し、急行に乗り込みます。
桜に到着です。めちゃくちゃこの駅カーブしておりますね。で、この駅で、ていうかこの駅始発の大和桜駅始発の、大阪上本町行き区間準急に乗り換えます。この駅から高安八尾まで各駅に停まるんですが、結局ね高安で降りた方が便利なんで高安まで乗ります。チャンネル登録者数500人企画、500人とっくの前に過ぎてますけども、その500人企画で名古屋駅からこうたどっていって伏せを経由して京都まで、各駅停車でね各駅停車っていう企画をしていきたいと思います。近鉄名古屋駅を9時11分に発車する津島町行き普通に乗り込んでいきます。そして舞台は愛知県から三重県に突入しました木曽三線のうちの一つ木曽川橋梁を渡っていきます。そして近鉄名古屋駅から乗車すること約1時間近鉄四日市駅に到着しました。そして近鉄名古屋駅から乗車すること約2時間津駅に到着しました。そしてここからは各駅に停まる五十鈴川駅急行に伊勢中川まで乗車しました。乗車すること約10分伊勢中川駅に到着しました。伊勢中川からは東青山駅普通に榊原温泉口まで乗車し、榊原温泉口からは桜井まで各駅に停まる大阪上本町急行に大和朝倉まで乗車しました。そして三重県最後の駅赤目口駅を出発し、舞台は三重県から奈良県に移ります。そして奈良県最初の駅三本松駅を出発していきます。そして榊原温泉口から乗車すること約1時間大和朝倉駅に到着しました。